こんにちは、ことぶきはじめです。ジェノブレイカーが完成しましたので、完成品レビューをしていきたいと思います。稼働範囲の紹介と、とうとうしながらですね、制作の時に大変だったこととか困ったこととか、お話できたらなと思ってます。まずですね、この可燃粒子砲の発射姿勢ですね。このテールから頭部までピンとこう一直線に張った状態が、このキットでは再現できるようになってます。で、可燃粒子砲の時に広がるこの安定脚っていうんですかね、この足も、ちゃんと伸びるようになってます。で、この放熱フィンなんですけども、ここはですね、上と下とこう連動してないので、一回広げてさらにこのフィンをこう広げる必要があるので、ちょっとですねピシッと形を決めるのは結構大変ですね。こんな感じでセットするとこんな感じになります。出回りですね、ちょっと一回外しましょうか。腕回りはここ軸で入ってるだけなので、当たらない限りはぐるっと一回りするようにします。あと肘がこのくらいまで曲がります。で、取れちゃった。この爪の先も稼働するようになってます。この指のところ、腕のところですね、なんていうんですかね、ちょっと名前が分かんないんですけど、腕が伸びた状態を再現するこんなパーツもついてます。ちょっと僕も接着してしまったのでこれ使えないんですけど、一応墨入れはしました。はい。で、足の方もまあ、ぐるっと軸稼働なのでぐるっと一回りする稼働が入ってます。ちょっとこれ回しましょうか。こんな感じですね。で、ゴールドとシルバーのシリンダーパーツで、ここがですね、なんかちょっと立て付けが悪くて結構パカパカなんですよね。ここもちょっと稼働軸が入ってるんですけど、ここは微妙な感じです。このふくらはぎのところですね、ここもちょっと関節軸が結構弱そうなので要注意ですね。ちょっと動かしただけでパカパカしてきました。膝関節がこれくらい、それから足首ですね。ここもちょっと動くんですけど、ここ関節があるもんなのかどうなのかちょっとよくわからないです。と足首のところですね、このくらい、このくらいですね、動きます。と頭部は口が開くのと、このチャージングブレードが首がね、ほとんど動かないですね。体がこのくらいスイングします。と、ゾイドコアですね、ちょっとちらっと足だけ見えてるんですけど、レイブンの足が見えるようになってます。で、ここがですね、結構コアでこの体の上半身のこの前足のところの軸を支えているような感じなので、ここら辺のパーツはですね、ちょっと骨格そのものを接着してちょっと強度を上げるような工作をしました。コア抜くと結構スカスカなんですよね、この中が。よいしょ。はい、
コア抜くとね、こんな感じなんですよ。なんか見えますかね、こう指入っちゃうんですけど、スカスカなんで、ここの辺の関節はちょっと接着して、強度高めてます。それからゾイドコアなんですけども、普通のゾイドと違ってこういうシルバーで、シャドウ君が融合したゾイドコアになってます。こんな感じのゾイドコアです。とレイブンがここに乗ってます。これ両面テープでちょっとくっつけて、中でカラカラしてしまうんで両面テープでくっつけてます。で、蓋がくっついて、ここが閉まると、こんな感じになってます。首がこのくらいまで動きますね。あとここのなんていうんですかね、トサカがちょっと動きます。これも動きますね。で、下は固定になってます。これも固定ですね。で、あとこの安定脚なんですけど、ここにシリンダーパーツがあるんですが、これがですね、グッと引っ張るともうこれ抜けそうなんですけど、こうやって抜けちゃうんですよね。なんでここはちょっとなんか抜け止めの加工かなんかをできる人はした方がいいかもしれないですね。稼働の制限をちょっとこっちに入れるとかでした方がいいかもしれないです。それから目立たないんですけど、ここにスラスターがあって、これも若干このくらいスイングします。こんな感じです。ちょっと、ね、全体的にって言ったらいいんですかね、結構華奢なので、このフレームがこんなフレームなので結構ね華奢なんですよ。なのでちょっと気をつけて動かさないと結構バキッといってしまうかもしれないですね。で、僕の場合は取れそうなところはほとんど接着してしまっているので、そんなにポロポロすることはないんですけど、ちょっと、華奢ですね。あとここですね、これがこの膝アーマーっていうんですかね、このアーマーがちょっと立て付けが結構悪いです。稼働を殺してもいいようでしたら、ここは接着しちゃってもいいかもしれないですね。あ、そうだ、あと足の爪がこのくらい動きます。武器の付け根のところでこう動く、こんなスライドが、スライドじゃないや、ロール軸が入ってます。それから、ここは開いて、ちょっとセンサーっぽいモールドがあるんですけど、ここがこんな風に開くようになってます。裏側はこんな感じですね。で、ここのジョイントで足にこうくっついてます。左右とも同じものですね。それから、このバックパックですね。バックパックはこことこことここに関節軸が入ってます。ポリキャップですね。で、それからですね、ここの中にこうスライドする軸が入ってます。で、さらにこの爪がぐるっと X ブレーカーが稼働する稼働が入ってますね。で、裏もわりかしこう細かく色分けされてて、モールドもかなり入ってるんで結構精密な感じがします。で、このこことこことここで、この戻ってきたブレードをこう引っ掛けるようになってます。それからここは回転軸も入ってますね。
で、ブースターがここを開くと。で、スラスターですね。前から見るとこんな感じです。で、ここはホログラムフィニッシュのシート貼ってます。あと、過電粒子砲のファンと放熱フィンですね。ここはちょっとゴールドで塗装しました。こことここと。はい、以上 HMM ジェノブレイカーレイブン仕様のレビューです。結構ね、このバランスさせると割とちゃんと立ってくれるんですけど、一回バランスが崩れるとなかなか自立させるのは難しい感じですね。で、この足首の関節で全体重を支えているような感じなので、今後組まれる予定がある方はこの足首の関節はちょっと強化しておいた方がいいかもしれないですね。結構ね、こんな見えるかな、結構細いね、軸1本でできてるので、結構バランスさせるの大変ですね。で、バランスしてしまうと割とちゃんと立つんですけど、でも全体的にすごくシャープでかっこいいので、ぜひ皆さんも機会があればですね、手に取っていただいて作っていただけたらなと思います。部品点数が尋常じゃなく多いので、なかなか僕も挫折しかけたんですけど、結構いいと思いますね。で、あとこのビームガンっていうんですかね、この軸がですね、この本体に対して少しこう下を向くんですよね。見ても分かんないかな、ちょっとね、下向いてるんで、ここはちょっと修正してからつけた方がいいですね。僕もう接着してしまったのでこのままになってますけど、もうちょっとこう上にグッと上がってるといいかなと思います。になったところはここもそうなんですけど、モールドが結構浅かったり深かったりするところがあるので、できるんであればモールド掘り直して墨入れした方がかっこいいかもしれないです。ちょっと僕も技術がないんで触らずにそのまま来ましたけど、これですかね、気になるところ切れば。で、あとフライングベースに対応してるみたいなので、ちょっとスタンドを買ってきて使った方がいいかもしれないですね。結構グラグラですね。で、結構重さもあるので、スタンド自体もちょっと補強しとかないと危ないかもしれないですね。以上になります。ありがとうございました。次回からですね、シルドライガーのマーク2の制作をしていきたいと思ってます。それに合わせてですね、ビルトビルガーとセットでちょっとカラーリングを合わせた感じで、仕上げたいなと思ってますんで、よかったら、また見てください。ありがとうございました。